科学において立体特異性は異なる立体異性の反応物から異なる立体異性の反応生成物がもたらされる反応機構または立体異性体の一方のみに作用する反応機構の特性である。その一方立体選択性は非立体特異的機構によって複数の生成物の形成が可能であるが反応機構とは独立な立体障害といった 因子によって生成物の一方の形成が有利となる反応混合物の特性である。立体特異的機構は任意の反応物の立体科学的結果を特定するのに対して立体選択的反応は任意の反応物に作用する同一の非特異的機構によって入手可能な生成物から生成物を選択する。単一で 立体異性的に純粋な出発物質を考えてみると、立体特異的機構は100%の特定の立体異性体を与えるが、立体科学的完全性の欠如は異なる。立体科学的結果をもたらす競合機構を通じて容易に起こり得る。立体選択的過程は、立体異性的に純粋な出発物質に唯一の機構が作用したとしても、 通常複数の生成物を与える立体特異的反応という用語は曖昧である。これは反応という用語自身が立体選択的でもあり得る単一機構の変換あるいは複数の競合機構を経る反応混合物の結果を意味することがあり得るためである。後者の意味では立体特異的反応という用語は高度に 立体選択的反応を意味するために一般に雇用されている。不整合成は立体特異的変換と立体選択的変換の組み合わせによって構築される。ここでは化合物の光学活性も保存される。立体特異性の質は反応物とそれらの立体化学を中心とする。生成物にも関係しているが反応物間での挙動の違いの証拠を与えるのみである。 sp3 中心での嗅覚地間反応は反転のみが起こる立体特異的 sn2 気候または非立体特異的 sn1 気候によって進行し得る。sn1 気候の結果は反応気候とは関係のない反応物及び反応条件に依存して立体反転に低い選択性を示し得る。特定の反応物の組み合わせが取る反応気候の選択は その他の因子に依存する。例えば、3級中心はほぼ例外なく SN1 気候によって反応するが、1級中心はほぼ例外なく SN1 によって反応する。嗅覚地間反応が不完全な立体反転をもたらすときは、2つの気候の間の競合によるものか二重反転のためである。一重高カルベンのあるケへの負荷は、 あるンの気化配置が生成物において保存されるという点において立体特異的である。例えば、ジブロモカルベンとシスマイナス二部点は、シスマイナス2、サンジメチルマイナス1、1、ジブロモシクロプロパンを与えるのに対して、トランスクリプション異性体は、トランスクリプションシクロプロパンのみを与える。この負荷は、出発物質のあるンが、 立体異性的に純粋でなかったとしても、生成物の立体化学は反応物の立体化学と一致するため、立体特異的である。強薬トリエンの逆線的閉環反応は、立体異性的反応物が、立体異性的生成物を与えるという点で、立体特異的である。例えばテントランスクリプション、シス、トランスクリプションマイナスに、4、6、オクタトリエンは、 シスジメチルシクロヘキサジエンを与えるのに対して、トランスクリプション、シス、シス反応物異性体は、トランスクリプション生成物を与え、トランスクリプション、トランスクリプション、トランスクリプション反応物異性体は、このようには反応しない。ありがとうございます。